遠い遠い遥かな昔、光の巨人の伝説が伝わる村があった。地上が闇の魔人たちの暴れるままになっていた頃、いずこからか光の巨人が現れ、闇の魔人と激しい戦いが繰り広げられた。魔人を倒し、地上に光を呼び戻した光の巨人は、使命を果たして山々の奥に消えた。その後、麓で暮らすようになった人々は、遠い昔の光の巨人が今なお山奥のどこかに眠っていると信じている。山に何か異変の兆候が見られなかったか？いえ、別に。何か不吉な予感を感じる。
ついに手に入れたぞ、闇凪の剣。これは何だ。こちら訓練機アルファ S5 号マドカです。どうぞ。卒業テスト飛行の祝いにゲストがお見えだ。ゲスト？マドカ翼訓練生に次ぐお祝いパーティーの準備はできています。スープが冷めないうちに直ちに帰還しなさい。ヒカリ姉さん、所定のコースを終了、帰還せよ。ラジャー、やった。よくしょ、そんな警告は計器が探知してなかったぞ。マドカより本部へ、マドカより本部へ応答願います。どうぞ。地球軸が混乱している。うわっ、怪獣発見、お願いします。お願いします。何かが来る。アムウェイ、何かが来る。不思議な格好してるな。見たこともない鳥に乗ってきたんだ。鳥？うん、崖に突き刺さってた。多分もう死んでる。アムイ、お前よくこの男を見つけ出したな。夢の中で感じたんだ、何かが来るって。夢中で走ってたら見つけたんだ。
アムギ、他には他にで、このものの他に何か見なかったか。うん、オサノノは予言が現実になったかもしれぬ。間違いであってくれればよいが。闇の怪獣の現れし時、光の巨人が復活する。光の巨人を復活させてはならん。ドグラマグマ様、光の巨人とは。我ら闇の支配の前に立ちふさがる邪魔者だ。すでに怪獣は来たれり。オンバザラドグラマグマアーマンダラハヤ、オンバザラドグラマグマアーマンダラハヤ、キレア。ダイダラ、あ、この怪獣を操って村を襲え。仰せのままに。オロチ、村をことごとく破壊せよ。一人も生かすな。待て。光の巨人を呼び覚ます者を生かしておくわけにはいかんのだ。ひゃバウロンバッタ、ダイダラ浮遊、ついてこい。ダイダラ、俺を置いてくな。ここは、あ、気がつかれたか。僕は一体。アムイがあなたをここへ連れてきた。アムイ、オイラオイラ。残念だが、あなたの乗ってきた鳥はもう助からない。鳥？そうか、訓練機が。どこから来たのか。どこからって、いきなり異常気象の中で怪獣に出くわして。そうか、ワープしたのか。怪獣？やはり。おた！見たこともない大きな獣が村に向かってきています。何？我々先森たちが迎え撃ちます。万一のことがあります、オソは村の者たちと山に避難してください。怪獣だ。僕が連れてきたのか。やめろ。おお、獣はオロロンたち先森に任せて、
私たちはひとまず山に避難する。私に続きなさい。怪獣は僕が連れてきたようなものだ。大丈夫なの？その体で。心配ない。一緒に戦おう。兄ちゃんの名前は？マドカ。マドカ翼だ。マドカ！十分引き付けてから迎え撃て！おう！バウンオンバット、大だら解除。
燃えろ燃えろ。裏まで行け。この出る幕じゃない。離せよ。鬼らだって村を守るんだ。致命傷を奴に負わせることはできない。何者だ。旅の者だ。あの獣は俺が仕留める。一人じゃ無理だ。やってみなければわからん。なんだ。いや、そうか。行くぞ。スパークレンスに似ている。父ダイゴが巨人になったというあれか。あの怪獣は僕が連れてきたんだ。なれるものなら。死んだ。ほんまや。
何が起こったんだ。申し訳もありません、ドグラマルマ様。確保取りましたが、怪人はまだ戦えまする。だけど巨人はなんで消えたんで。そうか、巨人は完全によみがえってはいないと見える。ならば今のうちに。ドグラマグマサタンバヤマリハラヤ、オンバザラドグラマグマサタンバヤマリハラヤ。イエーイ。闇の魔人ドグーフよ、光の巨人を蘇らせるようことごとく破壊し去れ。闇が空を覆っていく。さあみんな洞窟の中へ。しばらくは貯蔵した穀物で食いつなぐこともできよう。アムイ、大丈夫か。オロロ、すいません、不覚を取りました。とても我々の力で迎え撃てる怪獣ではありませんでした。アムイが。オイラ見たんだ、巨人が村を持って戦ったの。まことか。本当だよ、逃げてくる途中で山陰から見えたんだ。夢でも見たのじゃろ、アムイは。わしらは見えなかったぞ。そりゃ見えんかった。アムイは嘘を言う子じゃないわ。大地、私たちは山に遮られて見えなかったのよ。きっとアムイの言ってるのは本当です。わしも見たで、巨人が怪獣を倒すの。だけど巨人も力尽きた、山に帰ったのに違いない。せや、怪獣が現れるとき光の巨人が現れる。予言は誠になったが、一体誰が。そうだ、旅の狩人は風に力を貸してくれました。あいつではないでしょうか。かっこよかったよ、真の勇者だ。巨人を呼んだらきっとあいつに違いないよ。俺のことを言っているのなら違うぞ。まどか、大丈夫。ああ、どうにかな。先の俺たちから聞きました。危ないところを力を貸していただいたそうで、お礼を申し上げます。いや、礼には及ばない。あなたのお名前は。マホロバ。マホロバ、かっちょいい。巨人を目覚めさせたのはこいつだ。マドカが。だが僕の力であれが精一杯だ。もう一度同じことができるとは思えない。でもなぜマドカは巨人を蘇らせることができたんだ。こいつだ、俺が持ってきたこいつで。そうだな。ああ、とにかく中へ。お二人には詳しい話をお伺いしたい。イザルの巫女の予言通り、闇の魔人から里が守れるかどうかがかかっている。俺はここよりずっと北の遺跡で
闇なぎの剣を体に飲んでいるという獣を仕留めた。これだ。あの伝説の。初めて見たわ。そこで不思議なものを手にしたんだ。何やそれ。多分遺跡の神秘のようなものだと思う。俺を導くようにある方向を流してうなるのだ。そしてここまで来た。そうだったのか。でもそれは巨人の導きでは。その通り。怪獣の出現を予知した巨人がそなたにその使命を託したに違いない。それは巨人の復活に欠かせない真理じゃ。マドカはこれを使って巨人になれた。なぜだ。僕はここより遠い未来から迷い込んできた。怪獣に遭遇して。ええ、僕の父マドカ・ダイゴはかつて光の意志を継ぐものでした。この真偽は父が巨人になるときに必要なスパークレンスというものにとてもよく似ている。スパークレンス。ええ、だったらマドカがまた巨人になってボイラたちの里を守ってくれればいい。そうだ。頼む、力貸してくれ。頼む。できることならそうしたい。だけど父はかつて巨人でいるより人間でいたいと願ったことがある。その迷いが今僕の中で戦っているんだと思う。巨人になりきれない。それは僕が父の記憶遺伝子を継いでいるからだ。ひょっとしてマホロバなら。俺はただの旅の狩人だ。そんな力は授かっていない。イザルの巫女、こうしている間にも闇の魔人が来るかもしれない。予言に何か巨人復活になれるものの手がかりは。予言によればこの里におるものとある。おるというだけなら今ここにいるマホロバもマドカもそうであろうが、まことに里におるものが里で生まれ育ったものを指すならティグルーだよ。ティグルー。うん、人間の力を超えた能力を持つ者たちだ。空を飛び獣よりも速く走ることもできる超能力者か。その人たちはどこに。今は村にはいない。その特別な力を磨くためにこの時期は毎年秘境に入って修行してるんだ。ティグルーたちがいてくれたら呼び戻す手立てはない。彼ら同士だな。離れていても可能な時があるが。来た。あの音はティグルーだよ。雨の飛ぶ鳥の音だ。面白い。
吐き落としてやる。食らえ、みんなの敵だ。ああ、またお前か。確かこっちだ。おらろ、スパクロ、カザハヤ、無事だったか。おう、お前たちこそ。他のティグルは修行中に遭難した。自力で脱出してくるだろうが、俺たちは村の危険を感じ取って一足先に引き返してきたんだ。スパクロ、あれは誰だ。勇士マホルバや。めちゃ強いで。マホルバを見殺しにするの。シャッ、お待て、ここはティグルに任せてくれ。スパクロ、やるなよ。あいだが、いつものようにキリキリ前させてやれ。さらばこいつだ。あうんまく。あいだな。怪獣に、アメ、アメ、来るよ、来るんだ。何が。闇の魔人が。なんだって。
アムイを頼んだぞ。魔人が来る。僕は先に行く。連れて行け。イザルの巫女アムイよ、きっと役に立つ。マホロバとオロロンたちが、それに闇の魔人が迫っているようだ。僕はもう一度巨人になってみる。命を惜しんでる暇はない。迷いを振り切れるかどうかわからないが、やれるだけやってみるつもりだ。アムイ、アムイ、かわいそうに。来る、魔人が来る。イザレの巫女、ティグの紋章がアムイの覚醒を助けるだろう。じゃあ今私は確信する。アムイこそ真の光の意志を継ぐものだと。アムイが？僕が相手だ。窓か。you
今だ。さあ、へえ。はあ。結構やばいな。
じゃ。やったな。ミラ、信じられないよ。真の勇者はお前だ。よーし、みんな、俺たちの勇者を称えようじゃないか。よっしゃフォロバ。なんだ。あんたとは初めて会ったような気がしない。俺もだ。姉さんとそっくりなんだ。冗談はよせ。怒るぞ。誰が信用するものか。だってほら、きっと光姉さんも信用しないだろうね。お前は私の子孫なのか。多分ね。ずっといてくれるよね。そうもいかないさ。だって戻れないだろ。まどかの鳥はもう蘇らせてみせるよ、あの山の巨人のようにね。寂しくなるな。僕にだって待ってる家族はいるんだ。遥か後になってこの里はティガの里と命名されることになる。ティガの里の遠い記憶はこれから数十世紀にわたり人々に知られることはなかった。夢を見ていた遥かな国の夢を見知らぬ景色、どこか懐かしく、どこまで歩き続けるこのまま、道の向こうに僕たちが行くべき場所へずっと。Oh